両親と祖父母大沢一家。後列左に吉尾、その右に両親。前列に姉妹邸と祖父母大沢吉尾は日本の映画プロデューサー、実業家である。現在の映画会社、東宝の前身の一社、j o スタジオを設立したことで知られる。1902年2月2日、京都府京都市三条に生まれる。祖父大沢善助は京都の輸入省。 大沢商会の設立者、その後継者である父、大沢徳太郎は、貴族院議員であった。母の幸恵は、鈴木清の長女。同志社中学を卒業後、1919年8月、アメリカ合衆国に渡り、ローレンスビルハイスクールに入学。洋行には、同志社女学校英文化を卒業したばかりの姉の時子も同行し、時子は、ウルバートン家の世話になった。 1925年、プリンストン大学を卒業すると、そのまま欧米をめぐって、映画事情を、視察研究、日本と欧米を往復し、日本映画の近代化を構想。これに備え、紹介の写真部員、熊沢仁之介を、米国ペンシルバニア大学に入学させ、昭和の初めに、映画用アグファフィルムの直輸入を開始。百二十八年に新設された実家の、 大沢商会自動車部の主任となり、日本ゼネラルモーターズの京都、滋賀の代理店業務を担当、1928年3ヶ月のアメリカ視察を行い、ペンシルバニア大学を卒業した熊沢と共に帰国、京都、渦正海湖の社前に現像書を建てる。大沢は、日活京都撮影所所長、池永博久に、陶器装置を持ち込み、共同提携案を売り込むが、 社内の家騒動で池永が退社。ウェスタンエレクトリック採用論者である中谷貞より派が実権を握り、大沢は日活との交渉を断念。陶器設備の新設には50万円の資金が必要であり、大沢はこれだけの資金を捻出できる。映画会社は皆無であると判断して、自ら陶器スタジオを建設し、映画会社にこれを貸し出す事業に乗り出す。 1932年10月、現像所に合わせ2000坪の土地を買収、陶器一千門の先駆的映画撮影所を建設開始。1933年3月、撮影所が完成、JO スタジオと命名する。JO の J はアメリカの録音システム、ジェンキンスの JO は大沢のせいから取られた。大沢は、 日活渦政撮影所長を辞任した池永を、同スタジオ顧問に迎え、池永が同社内に、渦政発生映画株式会社を創立。JO 映画製作所付属、JO 俳優養成所、JO アニメ室を併設。1934年、音楽映画100万人の合唱を制作した。渦政発生は、日活との提携を進めたが、JO スタジオが、 後の東方を形成する東京の企業群と提携したため、渦政発生は1936年をもって制作を中止した。1937年9月10日、大沢の JO スタジオは写真科学研究所、PCL 映画制作所、東方映画配給と合併し、東方映画株式会社となり、大沢は同社の取締役に就任する。1943年12月、 東宝映画は東京宝塚劇場と合併し、東宝となり、大沢は同社の代表取締役社長に就任。1947年、東宝その後、大英の長田正一と共に公職追放被害等となるも、葬儀で不すぶる東宝には復帰しなかった。第二次世界大戦後の1952年、大和プロダクションを設立、ジョセフ・フォンスタンバーグ監督による、 日本映画、あなた版を、制作、1953年6月28日に、日本で、1954年5月17日に、米国で公開された。その後、前述の長田体制の大英の、非常勤取締役や、日本映画海外普及協会理事に就任した。1966年アメリカで治療中、10月18日、医療ミスで死去した。 万六十四細胞鬱、ありがとうございます。